お腹の脂肪吸引は気軽な気持ちで絶対にしないでください。脂肪デザイン部の葛島先生です。自分の姿を鏡で見た時にお腹のお肉が気になったことはありませんか？もしもお腹の部分だけでいいからお肉がなくなったらななんて思ったことありませんか？昔と比べてお腹の部分にお肉がついてきたと感じていませんか？私自身も年齢とともにお腹のお肉が気になってきておりまして、昔と比べると気軽にお腹のお肉を落とすことができないと感じてきております。今までいろいろなエクササイズを筋トレをやったけども、お腹の部分は何をやってもお肉を落とすことができなかった方にとって一番簡単な方法はお腹の脂肪吸引です。ただお腹の脂肪吸引は気軽な気持ちで絶対にしないでください。私は普段このチャンネルでは脂肪吸引のお話、具体的にはダウンタイムの過ごし方やダウンタイムを抑える方法などについてお話ししているんですけども、本日の内容はお腹の脂肪吸引は気軽な気持ちで絶対にしないでくださいっていう内容になります。今回の動画ではなぜお腹の脂肪吸引だけは気軽な気持ちでしない方がいいのか、そしてもしもお腹のお肉が気になったらどうすればいいのかについてもご紹介いたしますので、ぜひ最後までご視聴ください。まずはじめに、なんでお腹の脂肪吸引は気軽な気持ちでしない方がいいのかと言いますと、一番の理由はアフターケアがとても大変だからです。アフターケアをしっかりとしないとボコボコになりやすいからです。お腹の部分は他の脂肪吸引できる部位と比べても脂肪吸引をした後にボコボコになりやすい部位になってきます。これは何でかと言いますと、お腹は体の中心部分にありますので、普段意識をしなければなかなか日常生活では動かすことがない場所だからです。例えばお顔でしたら、何か物を見ようとするときには横を向いたりもしますし、下を向いたりもしますし、上を向いたりもすると思いますし、二の腕でしたら何か物を取ろうとする動作で腕を上げると思いますし、いろいろな方向に腕を動かすと思います。太ももも歩くたびに必ず使う場所でありますし、二の腕と同じようにいろいろな方向に動かす部位になってくると思います。今お伝えした動作の中でお腹の部分はほとんど動いていない部位かと思います。お腹は基本的には自分で意識をしないとなかなか動かすことがない部位になってくるんです。無意識に動かしている部位でしたら、脂肪吸引した後のアフターケアとしてマッサージをしっかりとしていなかったとしても、しっかりとした技術を持っているドクターで施術をすれば綺麗に仕上がるんですけども、お腹の部分はしっかりとした技術を持っているドクターで施術をしてもマッサージなどのアフターケアをしないとボコボコになってしまう可能性があるんです。お腹周り、お腹一周で考えてみますと、ウエストと腰とお腹、この3つの部分があるんですけど、どれも体の中心の部分ですので、自分で意識をしなければなかなか動かすことがない部位になってきます。この3つの中でお腹はウエストや腰と比べても皮膚がとても薄いですので、マッサージなどのアフターケアを特にしっかりとしないとボコボコになってしまう可能性があるんです。なのでお腹の脂肪吸引は気軽な気持ちでしない方がいいと個人的には思います。ではお腹のお肉が気になったらどのようにすればいいのかお伝えしたいと思います。お腹のお肉が気になっている方は基本的にはお腹周り全体、具体的にはウエストも腰も気になっている方がとても多いです。こちらの写真を見ていただきたいんですけども、こちらの方はウエストと腰の脂肪吸引と一緒に太ももとお尻と膝の脂肪吸引も一緒に行っております。ウエストと腰の部分に注目していただきたいんですけども、かなりスッキリしていると思います。正面から見たとしてもくびれができて綺麗なボディラインに仕上がっていると思います。一番わかりやすいのは斜め前から見た写真になりますが、お腹の脂肪吸引をしていないのにお腹周りがスッキリしていると思います。むしろお腹の部分が少し引き締まっているのがわかるかと思います。お腹周りで考えますと、ウエストと腰とお腹、この3つの部分でお腹一周になりますので、ウエストと腰の脂肪吸引をすれば3つのうちの2つをしたこと、つまりお腹3分の2周の脂肪吸引をしたことになります。お腹の3分の2周脂肪吸引することができれば、ウエストと腰が引き締まってくると同時にお腹の部分も少し引き締まってくるのは事実かと思います。お腹が気になっている方も、まずはウエストと腰の脂肪吸引をすればお腹の脂肪吸引をしていなかったとしてもお腹がすっきりと見えてしまうんです。ウエストと腰の脂肪吸引をしてそれでもお腹が気になる場合は、お腹の脂肪吸引を検討しても良いかと個人的には思います。
ウエストと腰の脂肪吸引は今ご紹介したみたいに太ももとお尻と膝と一緒に組み合わせて行うこともできますし、上半身をまとめてスッキリさせたいという場合は二の腕の前周と肩と上背部とウエストと腰みたいに組み合わせて行うことも可能です。もちろん後ろ姿はとても綺麗な仕上がりなんですけども、正面から見た時のボディラインも綺麗に仕上がっているのがわかるかと思います。こちらの方もお腹の脂肪筋は行っていないんですけども、ウエストと腰とこの2箇所をすることでお腹3分の2周の脂肪筋をしておりますので、お腹もすっきりと見えているかと思います。お腹の脂肪筋を検討されている方もウエストと腰の脂肪筋をすればお腹をすっきりと見せることができるということをぜひ参考にしていただければと思います。そして最後になりますけども、お腹の脂肪筋がそもそも適応でないという方がたくさんいらっしゃいます。お腹のお肉ですが、実は2種類の脂肪がついておりまして、脂肪吸引でスッキリとさせることができる皮下脂肪と、脂肪吸引しても脂肪吸引することができない内臓脂肪、この2つがあります。私は日々お腹の脂肪吸引を検討している方からたくさんの相談をいただくんですけども、しっかりと診察をしてみると、実は脂肪吸引することができない内臓脂肪がついている場合が多いお客様がとても多いです。お腹のお肉が気になっている方で、自分のお肉が皮下脂肪なのか、それとも内臓脂肪なのかわからないという方も、ぜひ一度カウンセリングに来ていただければと思います。本日の動画では、なぜお腹の脂肪筋だけは気軽な気持ちでしない方がいいのか、そしてもしもお腹のお肉が気になった場合はどうすればいいのかについて詳しくご紹介しましたので、ぜひ参考にしてみてください。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録といいねボタンを押して応援お願いいたします。そして何か質問や疑問がありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。